パカ、サイだよー。パカ、リサだよー。サイリスチャンネルです。はい、今回は夏休み版の夜更かしルーティンをしていきたいと思います。イエーイ、バフ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 。現在の時刻は10時ですね。で、まあこれから何をするかというと、夏休みといえばプール、宿題ということでプールじゃないです。はい、そうそう、ガリガリ君、こんな土地でもいいです。これをやりたいと思います。はい、その通りです。頑張りましょう。今日は宿題ちょっとやる気があって、そう、やる気もありあり、ありありやっていくよ。はい、あのこれわかんなくに、マジでわかる人いる？こんにゃ、ほぼやってない、本当にわかる。ポスターしかやってないわ。ポスターしかやってないわ。草、え、ガチミニ。いやいやいや、勉強勉強。なんで串持ってきてんの？投げられたけば。やめろ。え、なんで串持ってきてんの？ちょっと置いて。募集するよ。大丈夫そう。大丈夫そう。何何？聞いてなかった。うちね、この家用の筆箱の中に学校用の筆箱入れてる。筆箱入れてない。消しゴム入れてる。これ新しく。あ、そうだ。筆箱も新しくしたんだ、学校用の。痛い痛い痛い。痛い。痛い。ごめんね。じゃあちょっと持ってくるわ。持ってこい。紹介しよう。私も持ってくる。あのね、前まで使ってたこの筆箱、穴が開いてね。で、抜きできちゃって、ここから。え、何が？え、鉛筆が。ぶっ刺したの？それで。じゃあここから鉛筆が抜けてきちゃうの。おかしい、入ったの、すごい。そう、だから、はい、買い替えた。使えないと思って。で、これめちゃくちゃ綺麗にした方なんだけど、めちゃくちゃ汚いね。くそ、画面だと綺麗になる。あ、本当に。ほら。あ、綺麗でーす。いいかいな。やめ、くそ。で、新しい札をこう、一線あの、せ、よん。かわいくない？自信来たの。なんか、うん、わかんない。なんかね、ほこりみたいなやつついちゃった。赤、赤に赤、ミルクフェドの、ミルクフェドって書いてある。じゃあ、飽きたので宿題します。はい、早いな。はい、宿題も飽きました。うそ、ぴょん。はい、先生質問です。はーい、違う、ペンってこれのこと、ここの、この、このこと、ペンはこの繋いでる棒ですよっていう、あのなんか接着剤みたいなやつ、こう面と面をこう、ここに糊みたいにつけてガチャってくっつけてる、その糊、分かりやすくない？ちょっと分かんないからヒントもらうわ。答え見てヒントもらう。メモ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 。ああ、そういうことか。なんか最近うちがはっ、なんか話した時にはっとかって言うじゃないですか。そしたらうちがはっつったらなんて言うの、いつも。ここ前感じだから。はここ前感じだからって言ってくんの。だからうちもその後わかるよって言ったら、でもここ前感じだからって言ってくんの。いや、逆に出したの。うん、別に。うん、どうだ、急になんか移動したの。ちょっと私遊ぶんだよね、明日。知ってる。うん、うん、ちょっと服だなって思って、服決めてないのとか思って。よし、私の服決めよう。決めたいと思います。カメラ移動したよ。したよ。じゃあフェアボ、この自分が王冠になった気分になれるような。かっこよすぎすぎないですか。かっこよすぎすぎないですか。キスヘリングな。うわ、これに決まったぞ。キスヘリング、あ、これ裏可愛いやつ、はい、見えてる。はい、先決めよう、ズボン選びに来たよ。ズボン選びに来たよ。どうする？とりあえずここに棚があるわけなんですけれども、どこどこどこ。これは割と楽やん。うん、やっぱズボンの方がいいと思う。天気なんだろう。天気ね、調べてみたいと思います。28とか30とかその辺だって。降水確率 10% だって。じゃあズボンでいっか。どっちでもいいよ。いいと思う。ズボン、これ、なんかこれ好きなのかな。ズボン、はい。じゃあ上はこれで、下はね、ちょっとね、明日暑いかもだけど、まあ友達のお家で遊ぶから大丈夫かなって思います。
っとお腹すいたからさ、お菓子持ってきていい？うん、いいよ。はい、ということで、お菓子を持っていきたいと思います。1階のお菓子のところから、持っていきたいと思います。何？お菓子見つけたからさ、大きいってよ。なんで？水があるから。なんで水必要なの？一回塗った方がいいから。なんで？え、何それ、作る系？うん。1階に置いたいと思います。じゃーん。実験スライムゼリー。はい。作りたいと思います。これするんだなかったの？ん？宿題するんじゃなかったの？いや、休憩休憩やったよ、宿題。でも、これ終わってもやるから。そうそうそう、休憩って感じ。もうね、もう3時間ぐらいはやってる。やばい、炭酸水ある、ここに、やばくね？せーのがさ、まずまず。じゃあ、いただきます。いただきます。なんか100回以上混ぜると30メートル以上伸びるということで、私は100回以上混ぜたいと思います。ん？30メートルなわけないじゃん。30センチじゃん。あ、そうそうそう。30センチメートル以上。びっくりした。バカやん。30メートルも伸びんのと思った。すごいね、色。綺麗。青色。なんかエメラルドグリーンみたいな。え？エメラルドグリーンではない。だと思った。いきます。これ30センチですか？絶対30センチ。これ30センチですか？絶対超えてるよ。サマゴジン。よし、続けよう。はい、はい、宿題しに2階に来ると言ったけど、する気はないです。そう、する気はないんだよね。ピョン。いや、休憩休憩やったよ、宿題。でも、これ終わってもやるから。そうそうそう、休憩って感じ。いや、本当にやらなきゃいけないんだけどね、ちょっと聞きたくないな。する気はないんだよね。ま、ママに言わないけどね。ま、コロコロ、またらたらしちゃうかなって思います。ピョン。ねえ、TikTok 撮ろうよ。なんで？なんで？この曲。いいけど、いいけど。え？やだ。この髪出てる感じ？じゃあ、さやの部屋に移動して、TikTok を撮りまーす。降りてお風呂に入りたいと思います。おめま、バイバーイ。じゃあお風呂入る前にメイク落とししちゃうよ。しちゃうよ。メイク落とピ。でもダブル、すごい自慢してきて、ちょっとザダブル。リタは一つ、セイはダブル。ごめんだけどダブル、ごめんだけどダブル。すごくない？雨大丈夫です？おさ、すごい隠れてた、ごめんね。え、やばい、風呂が、風呂が沸きました。風呂が怒ってる。はい、お風呂上がって髪の毛乾かしたの。えなので今からスキンケアを、お風呂上がりのね、スキンケアをでいきたいと思います。見て、ツルン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 。私もこれ、これをこれとこれ、これを塗るんですけど、じゃあこの鼻と眉毛と目の間に塗ります。じゃあとりあえず保湿、もうなんか白い色なしリップ塗ってきます。
はい、白リップ塗れました。なのでシャーピーを取って髪を溶かしていきたいと思います。眠いけど起きてたい。はい、もう歯磨きはねしましたので寝たいと思います。もちろんの夏休みの前吹かせるんじゃね、まあ、大体こんな感じかな、大体こんな感じ。じゃあ今日も今日って寝たいと思います。かもなちゃんと言えもう一回。じゃあ今日も今日とて寝たいと思います。日本語合ってる、危ういな、日本語合ってる。今日も京都で、京都合ってる、京都、あ、京都県にはいません今いません今日も京都でじゃない、今日も京都で言うかな、今日も京都で、今日も京都で、わぁ、ちょっと寝たいと思います。合ってる、え、合ってる、日本語作れば合ってる。今日も寝たいと思いますやばい、そういうやろ、うちから今日も寝たいと思います。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイ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 、また